ヤンューブです皆さん、こんにちは。今日は、えっ、ー、と、朝ですね、えっ、ー、と、大雨降ってたんですけど、えっ、ー、と、昼前になると、やっとあ雨が止みましたね。えっ、ー、と、あの、日本中のいろんなところに住んでる方が、えっ、ー、と、昨日のう、えー、と暴風とか大雨で被害がなかったことを、えっ、ー、と、祈っております。 で、えっ、ー、と、雨上がりですとね、空気がきれいですよね。えー、雨上がりの時に、えっ、ー、と、散歩に行くのが好きです。でも、そういう時に、特にこの季節は、顔がいっぱい出てきちゃいますよね。今日も出かけた時に、家に顔を入れてしまいました。<laughs> 出されました、2発くら <laughs> えっと、本日の話題はですね、えー、と皆さん、チャット GPT をもう試している方も多いと思うんですけれども、どれぐらいの長さの、 えとプロンプト、つまりチャット g p t に与える命令を入力できるか、その宣言について話したいと思います。普段はですは、ね、短いプロンプト、短い質問とか短い指示が多いんですけれども、例えば、えー、と次の記事を予、えー、約してください。自分でその記事を読むのがちょっと面倒な。 思うときに、その記事を、えー、と全部コピーして、えー、とチャット GPT に入力データとして与えて、メイデー文としてこれを要約してください。の場合は、その記事が長すぎると、制限に引っか,かかっちゃうことありますよね。ということで、えー、と制限がどれぐらいあるかをこれから見ていきましょう。ちょっと待ってくださいね。 えと改めてですね、えー、とチャット GPT に入力できるポロントの長さには上限がありますで、えーと。この長さはどういう単位で数えるかというと、えーとまあ、単語の数とかいろいろ、文の数とかいろいろアイデアがあるかもしれませんが、えー、とトークンという単位で、えー、と入力長さを数えます。このトークンは、えー、言語によって異なります。で えーと一般的なチャット GPT、現在、2023年6月ですと、GPT3.5 のモデルを用いたものですと、最大統計数が4000ぐらいです。で、GPT4 を用いた、えー、とチャット GPT プラスでは、えーと、実際に使えるのは8000ほどです。えっ、ー、と、一説によると2万以上取れるんですけれども、あの普段使えるのは8000ほどです。 で、日本語の文字数に対するトークンは、えっ、ー、と、その文字数の、えっ、ー、と、3分の、あ、えっ、ー、と、文字数っていうか、えっ、ー、と、この逆ですね。えっ、ー、と、トークンの方が、あの本来、えっ、ー、と、考えてる文字数より多くなるんですね。えー、なので、えっ、ー、と、トークン数はこれですけれども、えっ、ー、ともあの、実際の文字数でいくと、 GPT-3 では3センチぐらい、GPT-4 では6センチぐらいだと思ってください、目安としてですね。で残念なことに、いろんな言語があるんですけれども、日本語は英語などの欧米の言語とか、アルファベット、あるいはそれに準するものを使ったものですね。そして、えーと、隣の国の中国の中国語に比べて、トークの制限が比較的不利なんですね。 で、どういうことかっていうと、日本語だと、えっ、ー、と、1文字が1トークンですね。はい。例えば、えっ、ー、と、この小説は面白いっていうのは8トークンです。1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,、2、3、4、5、6、7、8。もし小説をひらがなで書いてたら、もっとトークンの数が多くなってしまいます。で、英語ですと、1アルファベットではないんですよ。 一単語です。一単語が一トークン。この小説は面白い。英語で言うと、This novel is interesting ですね。で、1,2,3,4,4トークンしか費やしてないんです。中国語ですと、1漢字が1トークン。見て分かりやすいですよね。中国語で同じこと言うと、チェペンシャオシュユチーっ言うんですね。で、えー、っと、そうすると、1 2 3 4 5六、6トークンとなります。 同じものを言ってるけど、日本語の方がえう、ー、がトークン数が多いんですね。で、チャット GPT のトークンを調べたいと思うんですけれども、えー、と例えば結構長い文章を入力して、要約してほ欲しいって命令した時に、えー、ときに、いちいちその、えー、と文字数を数えるとか、その文字数数えたとしても、これが何トークンに相当するかを、えー、と考えるのはちょっと面倒ですよね。 で、えっ、ー、と、その時にちょっとツールを使えばよくて、OpenAI の公式サイトの上では、トーキュナイザーというトークンカウントツールをこ公開していまして、えっ、ー、と、視覚的にトークン単位に分割しているのをその見ながらですね、数えていくのがあの、まあ、見えるわけです。ただし、残念ながらこれは英語に特化したもので、日本語だとちょっと正確じゃないときもある、まあ、目安にはなるんですけれども。 でもう一つは、Python に向けて提供されているライブラリ、t i k t o k e n これも使えるんですねで、えーと。これも日本語にも使えるんですけれども、まあ、精度はちょっとまだあの私のほうでは評価できてないんです。で、えー、とこの OpenAI のサイト上で使える Tokenizer は、どのようなものかというと、次のページにあるんですけれども、少々お待ちくださいね。 これを見せしたいと思います。イメージはこんな感じですね。左側に、えー、と英語を入力したときのカウント。右側に日本語を入力したときのカウント。ちょっと日本語と英語ではあの内容が違うんですけれども、えーと、英語で言うと、何を入力したかというと、えー、と Please tell me how many tokens are in this sentence because I don't want to go over the limit. この 文に、この一文にトークンが何個あるか教えてください。なぜなら私は制限を超えたくありませんということですね。はい。で、えっ、ー、と、こう、自分で単語とか、あのえっ、ー、と、数えて、ピリオットも一つのトークンなんですよね、コーマンも。数えたときに、えっ、ー、と、出力された22と同じになりました。で、こっちのキャラクターは、おそらくこちらは、あのスペースも数えた、えっ、ー、と、 あるですね、アルファベットの数かなと推測します。まあ、おそらくそうです。で、えっ、ー、と、ピリオットやコマもカウントされますし、えっ、ー、と、ここに、どんとかあるんですけど、これは1トークンじゃなくて、n ー t として2トークンとしてカウントされるんですね。で、えっ、ー、と、下の方に、こう、色で区切ってくれてるんですよね。なので、どこで、えー、と数えられてるかが分かるようになります。 で、えーと、次は日本語を見ていきましょう。今日は朝から大雨なので、出かきたくない、家でゆっくりしたいと思いますました。これを数えたら、さすがに44はないんですよね。で、結構間違っているのが分かりますよね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。 二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十五あのこのピリオットも入れて35です。こっちは合ってるんですよ。こっちはさすがに合ってますけど、トークンっていうと,、えー、と、44、ちょっとなんか違いますよね。はい、まあまあ,あの、理解不可能ですけれども、あのー、まとめると、このトークンザーは、 あの日本語に対しては、目安として使うもので、えーとうん、日本語に対してどれくらい精度があるかは、ちょっとまだ不可解のところがあって、英語に対しては、まあ、精度が出るということですね。はい、ということで、本日は、えー、とチャット GPT に入力する文章には、長さの制限があること、そしてその長さはトークンという単位で数えられること。 でさらに、えっ、ー、と、日本語に対しては使い勝手がまだちょっとあれですけど、あの、トーキナイザーっていう、そのトーキンをカウントするツールが、えっ、ー、と、普通にウェブサイト上か,から使えるということについて話をしました。で、えっ、ー、と、皆さんが私から聞きたい話の,話の話題がもしありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。